偶然に乾杯。山川正雄作。乾杯だ。と男は叫んで、草稿を崩しながら、コップの冷や酒を一息に飲んだ。乾杯。乾杯。と口々にそれに言わして、小男と若い女がそれぞれのコップに口をつけた。大男は机の上に三等分された紙幣や小銭の山を見つめ、さも嬉しそうに笑った。まったくうまくいったもんだ。あれから百日、誰も俺たちの一人にだって目をつけちゃいねえ。こういうのが完全犯罪ってんだな。子供の時分からお前は頭が良かったよな。と小男はコップを離しながら言った。彼も金を見つめ、興奮が抑えきれないように、その目が座っていた。俺は実はこの計画は、高校を出て郵便局に勤め始めた時から考えていたんだ。と男は言った。でもな、やっぱり頭だけじゃこうはうまくいかねえ。俺は初めて分かったような気がするんだ。いくら抜かりなく考え抜いたつもりでいても、机の上のプランがうまくいくのは、机の上だけのことさ。結局偶然というやつの働きが、一切の仕上げをする。それがどう出るかが、成功か失敗かの鍵なんだな。つまり俺たちはその点ひどく、運が良かったってことさ。そして大男は、またさも嬉しそうに笑った。どうやらこの三人の中では、この大男がリーダー格らしい様子だった。まだ八月というのに、この山の中はすでに秋も更けた感じで、割れ向こうの赤が点々と散った草原に風が渡り、その風が遠い紅葉した林の傾斜の中に座れていく。人気ない山荘の窓の外に目を向け、大男は遠くを見る目つきをした。あれはまだ春の終わりだったな。と大男は何かを反芻するような口調で言った。俺はダムの工事人夫たちの現金書き留めのわんさと入った氷をいつもの通り一人でこの山向こうの町まで運んでいく。そこをいきなり後ろから襲われ、棍棒で頭を殴られて気絶をする。犯人は俺は多分背の高い男の二人連れだったと後で証言するが、実はその日、ちょうどアベックで山歩きに来たっていう理由で待ち伏せしていたお前たち二人だ。そしてお前たちは近くのこの映画俳優さんの建てたスキー用の山荘の中に金を隠し、金以外のものはみんなここの暖炉で燃やしてしまう。俺たち三人の金の配分は、ほとぼりの冷めた百日後、ここで落ち合ってしよう。なあ、俺のプランはこうだったな。そうだ、そうよ。と小男と若い女が答える。大男はうなずき、急にからかうような顔になった。実にいい加減な、頭の悪い、危険極まりないプランだ。そうだろう？え？怯えたように、小男の目が光った。なぜだ？完璧な計画だってお前、あの時俺に言ったじゃねえか。だから、あの時はそう思ってたさ、と大男は答えた。だって考えてもみろ。偶然あの日は霧が深くて、山荘からの煙もお前たちも誰にも見つけられなかったからよかったんだ。たとえ二人でいるところだけを見られたにせよ、都会の人間じゃあるまいし、山育ちのお前たちがわざわざハイキングみたいなことをしてるなんて、考えてみりゃおかしなことさ。それにもしこの山荘に誰かがいてみろ。一切はおじゃんだったんだぜ。
そして大男は沈黙した小男に、いささか皮肉な口調で言った。それにだ。この計画の頭の悪い点は、もしお前が肝っ玉のでかい人間だったら、肝心の計画を立てた俺が本当にぶち殺されちゃったかもしれねえってことだ。俺にとってこんな割り縄はねえ、こんな危ねえことはないだろう。小男は無言だった。さらに畳みかけるような小金で、大男は言った。もともと俺はこの女の酒場で、お前を見たとき、お前が子供の頃からひどい臆病者の弱虫で虫も殺せなかったのを思い出して、お前を仲間にしたんだがな。だがそういう奴がいざとなると死に物狂いになるのを忘れていた。もし、バスの通りかかるのがもう一時間遅れていたら、俺はあの雪だったかもしれねえ。お前本当に殺すつもりで殴ったみたいだったぞ。違う。小男は震え出した。構わずに大男は続けた。あの霧で偶然バスは2時間遅れてきた。でもだから俺たちは助かったんだ。あのバスにはちょうど自衛隊の奴らがうんとこさっと乗ってやがったんだ。みんなで手分けして犯人を探したんだが、その2時間のおかげでお前たちは見つからずに済んだ。いいか、2時間遅れたおかげで俺たちは助かり、それ以上遅れなかったことで俺は命が助かったんだ。俺が偶然というやつを大切にし始めたのもわかるだろう。そうだなぁと小男は言った。現実にはいつ何が起こるかわからないのさ。いつもそれを頭に入れとかなくちゃいけねえ。どんなに考え抜いたつもりの計画でも、最後の仕上げをするのは偶然だっていうのはそのことさ。不意に小男が立ち上がった。その小男に大男は低く、しかし鋭く浴びせかけた。お前今日ここに持ってきた酒に農薬を入れといたな。知ってるんだぞ俺は。唇が震え、小男の声は音にならなかった。何しろ俺はあれ以来、あらゆる偶然を考えずにはいられなくなっちゃってなぁ。と男は言った。だから俺はこのところずっとお前を見張っていて、昨夜お前がそっと一升瓶に農薬を入れるのを節穴から見ちゃったんだ。あれ以来わざと俺は自分の女のはずのこの女には近づかなかった。その間にお前たちができたの、俺は知っているよ。さっきもうまいことごまかしてお前たち二人は乾杯の酒を飲まなかったよ。許してくれ。と小男は叫んだ。ゆっくりと大男は首を横に振った。こうなったのも偶然だ。と俺は思った。で、その偶然のいい利用法を考えてな。わかってるわ。とその時、それまで黙りこくっていた若い女が叫んだ。あんたは私とこの人を逆に殺そうと思ったんだ。それでお酒は自分の持ってきた安全な瓶と取り替え、私たちの分のコップの縁に変な薬を塗りつけたわ。何？今度は大男が老狽して顔が赤くなった。が女はその膝に取りすがって泣き始めた。私さっきトイレから帰ってきたとき、あなたがこの人がお金の三等分に夢中になっている暇に、そっとそれをしたのを見ちゃったのよ。でももうやめて。殺し合いはやめて。お願い。私たち、このお金で十分じゃないの。十分じゃないの。じゃあ俺たちは死ぬのか。口を開けたまま、呆然としていた小男が初めて、気づいたように叫んで飛び上がった。泣きながら女は言った。いいえ、大丈夫。
誰も死にはしないわ。だって私、そっとそのコップを外に捨てて、新しいコップと並べといたんだもの。平気よ。私たち、誰も死にはしないわ。誰も殺したり、殺されたりはしないわ。突然、爆発するような大男が笑い出した。なるほど。確かに現実ってやつはいつ何が起こるか分からねえもんだ。俺のしたことがこいつに見られたのも偶然なら、こいつがその毒を塗ったコップで誰も殺したくないって考える仏性の女だってことも、やっぱり偶然みたいなものよ。俺たちはいくら抜かりなく考え抜いたつもりでいても、やはり最後の仕上げは偶然に頼るほかはねえってわけだ。よし。仲直りしよう。これだけ偶然が俺たちを助けてくれているのに、それに逆らっちゃいけねえ。そして大男は女に向かって言った。おい、もう一回、乾杯と行こう。何かはつまむものはねえか。さっき、この山荘の台所の電気冷蔵庫を見たんだけど、ソーセージが少し残ってたわ。冷蔵庫？電気は来ているのか？もちろんよ。こちこちに凍ってたわよ。そうか。じゃあ安心だな。よし、それで負けとこう。さあ早く持ってこいよ。もう一回乾杯のやり直しをするんだ。大男は走行を崩しながら、再びコップに酒をついだ。さあ、俺たちの偶然に乾杯だ。乾杯。乾杯。乾杯。と口々にそれに言わして、三人は犯行の成功と、それぞれの命の無事を祝いながら、仲良く酒を飲み、コチコチのソーセージを口に入れた。確かに一応の綿密な計画と、その仕上げをする偶然に味方されて、彼らの犯行は成功し、生きている間中、誰も彼らを疑う者はなかった。が、それから以後、生きている彼らを見た者もなかった。もっぱら、冬山のスキー用にだけ作られた、その山荘の冷蔵庫のソーセージは、やはり腐っていたのである。たちまち三人は激しい腹痛を訴え、床を転げ回り始めた。だが周囲を山に囲まれたその山荘は、彼らの計画通り、冬まで訪れる人もなく、救いを求めるには人家からあまりにも遠く離れすぎてもいた。それが彼らの運命を支えてきた偶然の三人の計画への最後の仕上げだった。